さあ選手の素顔に迫るもぎたてファジアのもぎファジです、はい、今日はですね、うん、先週椎名一馬選手だったんですけれども、うん、その椎名選手とチーム最長10年目同じく沢口雅彦選手、はい、32歳、椎名選手のインタビューの後に沢口選手にお話を伺ったんですけれども、2人のやり取りも絶妙です。今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。スターさん待ちました。ちょうど良かったと思うんですよ。やっぱ暑い男っすね。俺寒くて。寒くないから。よろしくお願いします。いえいえ、よろしくお願いします。やはり10年も一緒だとやり取りもまあ10年以上ですからね。そうか、大学かぶってるんで。あ、そうか、そうか、そうですよね、はい、何も喋らなくて もう通じ合ってる。まあ基本うるさいんで僕が喋りたくないだけです。10年っていうのは長いと思うんですけども。そうですね、長いといえば長いんですけど、あっという間といえばあっという間で。オフとかの過ごし方っていうのは毎年同じだったりするんですか？1週間2週間ぐらいは何もせずゆっくりする時間を持って、でそこから、まあ、徐々に体を作っていくっていう感じですかね、うん、なんか毎年のこういうことをやるっていうのなんかあったりするんですか？毎年やるって言ったら、まあ掃除やっぱりそういうその几帳面な方なお話になっちゃいますか？なんかやっぱりいい年もあれば悪い年もあって、でまあ1年こうね、お世話になった家なんで、まあ、そういった意味で、まあ、邪気を払うじゃないですけど、まあ、昨年は、まあ、新しい気持ちでこう、迎えられるように、まあ、そこはなんか掃除ってちょっと大事だなっていうのが個人的な。シーズンに向けての思いっていうのはいかがですか？選手の出入りもあった中で、まあ、長年やった選手も抜けてって、まあ、責任をこう感じながら、まあ、チームのために、自分の力を出して、まあ、本当昇格っていうことしか考えてないので、そこに向かって突き進むだけです、うん、まあ、長年ということで言います。武田忠さんが岐阜に移籍ということになりました。まあ、連絡取ったりとかそういうのはあるんですか？まあ、基本僕連絡取らない方なんで、はい、誰とも、はい、まあそこはね、外出たらまあ仲間ではあるんですけど、敵ですから、まあ、しっかり戦うっていうことがやっぱり仲間に対しても、なんか礼儀じゃないですけど、まあ、そこはしっかりバチバチと戦っていきたいと思いますけど、J1 昇格して、僕ら選手は一生懸命戦いますので、サポーターの皆さんは、温かい応援じゃなく、熱い応援をぜひよろしくお願いします。はい、最初椎名選手に対してちょっとなんか塩対応というかあっさりした感じだけもしたんですね。それが10年のね、喋らなくても通じ合ってるって、うん、椎名さんも言ってました。椎名さんが言ってたのか、言ってましたけど、でも掃除してくれる人ってなんかかっこいいなと思いますよね。できる男みたいな感じで、清水さんの、いやいや、僕、いや2人とも掃除ダメじゃないですか。ちょっと見たらちょっとそういうこと言わない、はい、はい、すいません。沢口選手ですけれども、以前もこのもぎファジー出ていただいたときに、まあ、洗車を自分でしてこう気分転換すると話していましたけれども、今日もらしさが見えるインタビューとなりました。そうですね、はい、次回ですけれども伊藤大輔選手に話を聞いています。ここまでもぎファジーでした。スポーツは清水アナウンサーでした。さて J2 リーグ開幕まで1ヶ月を切りました。J2 参入5年目蒲田マーレさぬきが今日から沖縄キャンプに出発しました。力を合わせてチャレンジするぜ。地元の子どもたちから嬉しいプレゼントをもらった蒲田マーレ、およそ100人のサポーターが駆けつけた今朝の出発式でも J2 参入5年目にかける決意を新たにしました。身の引き締まる思いで、
頑張っていきたいと思います。今年は今まで以上の成績を残せるように、そのために今日からしっかりと、沖縄で頑張っていきたいなと思います。来月25日の開幕に向けた沖縄キャンプは来月3日までで、期間中は J1 など格上クラブとの練習試合も予定されています。最終戦まで残留争いを演じた昨シーズンはホーム平均入場者数もリーグ最下位の3805人。ピッチ以外の面でも悔しかった1年の払拭へ勝負の5年目です。チーム一丸はもちろん、地元にいかに愛されるクラブになるか、土台作りだけではなく結果やプレーにつながる充実したキャンプにしてもらいたいと思います。さあ続いてはサッカーです。サッカー J2 蒲田マーレサルキが沖縄キャンプに向けて出発しました。蒲田マーレが沖縄でキャンプを行うのは去年に続いて2回目です。高松空港で出発式があり、北野監督が2月25日の開幕に向けて沖縄でしっかり準備をしていきたいと挨拶しました。この後近くの浅野幼稚園の園児たちが元気いっぱいに歌を披露し、選手や監督、コーチを激励しました。サッカーの練習頑張ってください。そして優勝してください。すごく元気をもらいましたし、これからしっかりやらないといけないなっていう気持ちになりましたので、今日からしっかりと沖縄キャンプで、自分たちの、開幕に向けて、しっかり練習していきたいなと思います。蒲田マーレの沖縄キャンプは来月3日まで行われ、 J1 の神戸や J2 の京都とのトレーニングマッチが予定されています。サッカー J2 蒲田マーレさぬきはシーズン開幕に向け実践的なトレーニングを積むため沖縄キャンプに出発しました。高松空港では出発を前に式典が行われ、北野誠監督が開幕へ向けしっかりと準備していきたいと抱負を述べました。式典には市内の幼稚園児も参加し、練習してきた歌を披露した後、チームに応援メッセージを送りました。皆さんの期待っていうか、そういうのが伝わってくるような壮行会だったんで、身の引き締まる思いで頑張っていきたいと思います。今日から沖縄キャンプということで、練習試合とかも多いと思うので、しっかりその辺で、チームワークを高めていきたいなと思っています。沖縄キャンプは来月3日までで、 J1 のチームとの練習試合が予定されています。蒲田マーレの開幕戦は来月25日で、ホームにアルビレックス新潟を迎えます。